売れなければ暮らせないのだ。創作者は、ただテレビはスポンサーがお金を払ってさえくれれば続くのだ。自由市場経済は、自分の方がうまい、エンドレスな、その繰り返しであって。自分が言ってることは、それをやめろ、転換しろ、そういうこと。どっちを信じるか？だ。巨大企業でも今、巨額の赤字を抱え、倒産寸前なところも多々。それでも、自由市場経済はテレビにも当然、自分の方がうまい、その戦いを要求。自分の理解としては、価値の高い商品を作る、とき、競争原理は無視することになる。必要なものを必要なだけ、作って提供する方が、価値が高い。現実にも、過剰供給は値崩れを起こし、労苦を増大させて、疲弊を生む。その工程はしない方が良いのが、現状の価値ある創作の規定原理ではあっても。どっちが正しいか？